はい、それでは過去の続き村に入ってみます。ああ、国師様たちの国師様の兵たちの話じゃ村から一歩も出てはならんと、いつの間にこんな物騒な世の中になってしもうたんかね。うわぁ、あんなたくさんの部下を見たの、僕初めてだ。かっこよかったなぁ。大変だ。月読神社で火事だ。このままでは、先祖代々の大事な神社が焼け落ちてしまうぞ。火事じゃとな、誰も、怪我せんといいがなぁ。やっぱりお前、国費の手先だったんだな。お前のせいだぞ。お前のせいでかぐや姉ちゃんは捕まって罪人の子として処罰されるんだ。ここって会話変わんないのかな。じゃあ諦めます。そうか、仕方ないや。じゃあ改めて諦めて出直さするか。僕考えちゃうんだけどさ、千年前でも千年後でも火事はやっぱり火事だよね。うわ、さっさと消さなきゃやばいよね。めちゃくちゃ思うに、かぐやさんたちは悪い子などしておらんのじゃないかの、ないのかの。それがなぜ捕らえられるにもならんのじゃ。捕らえられてその後どうなってしまうのじゃ。その後かな。おお、火事じゃ火事じゃ、神社が火事じゃ、一大事じゃのこら。と、こういう時こそ慌てちゃいかんのじゃ。深呼吸、深呼吸。はぁ、どうだ。一個省略。うん、首だけ地蔵よりも火事の方がよ、ちょっとだけ怖いかもしれんな。しかし火事のことを予知できんかったとは、この場合一生の不覚じゃ。ちょっとせっかくだから息子さんにのくだり見てみますか。ちょっと個人的意見になったんで。まあせっかくだし。息子さん、ん？いや、だから下手な仕事をすると帰ってきた親父に怒られちまうんでね。何度言われたってダメですよ。僕じゃ引き受けられません。だってさ、っていう話でした。ばあちゃん、一体何が？おう、お前たち、今までどこで油を取ったんじゃ。なんでも大勢の兵士たちが血相を変えて神社の方に向かっていったそうだぞ。あや、国師様の武官たちじゃ。わしはてっきりお前たちも連中と一緒だとばかり。試練、どうしよう。もう国師の手がかぐやたちを。まあこんな話を聞いている場合ではないっていうことだと思うんですけど。神社が火事だと？大丈夫、心配はいらぬよ。山の上からご先祖様が見ていてくださるのだからな。神社にはかぐやさんたちがいるんじゃなかったかしら。ちゃんと安全な場所に避難しているならいいけど。神社で国師様の家来と豪族の残党が争っているそうだ。結局権力に抗う者は反逆者として抹殺されるしかないのか。国師様に盾ついた反乱人どもが神社に立てこもって暴れてるんですって。
ああ、恐ろしい。試練さんも神社に行って悪者を退治してくださいね。さあ、早く。ほら、見たで。国司の手下の武官たちが神社の方へ向かうのを。一体神社に何が起こっとるんだで。相変わらずキンキンやってる。何？神社が火事？ふん、火事が怖くて火事屋がやってられるか。わしは忙しいんじゃ。用がないなら向こう行ってくれ。シャレのつもりっすか？入るか？入ると。いないぞ、誰も。くそ。あのじいさんが事件の鍵を握ってるはずなんだ。どうするんだ、試練。かぐや姫のだけだろ、お前も。いや、お前の先祖も、罪人の仲間ってことになっちまう。それを承知でかぐや姫を助けに行くのか？それとも、このまま見て見ぬふりするのか？どうするんだよ、試練。ありがとう。でも、もういいの。試練、もういいのよ、私は。私のことはどうか気にしないで、自分の務めのことだけを考えて。試練、どうするんだ？まあ、助けに行くを選びますかね。よし、行こう。お前の先祖だってきっと同じことをしたはずだ。さあ、急ごうぜ、試練。ああ、よかった。自動的にイベント進んじゃうかと思った。まだ話聞いてない人がいた。竹取の沖縄さんが竹林で見つけた女の子が、国司様の探してた豪族の娘だったんだって？でも竹の中に入ってた小さい子供だったんだろう、彼女。人違いなんじゃないか、それ。じゃあ。火事はあらゆるものを焼き尽くしてしまう。何十年、何百年かけてようやく大きくなった森でも、たった一晩で焼け野原だ。神社の火事がすぐに消し止められればいいのだけど。おお、試練殿、このための騒ぎは一体？あなたがあの者たちのことを国司様に報告されたのですか？早まったことを。悪人どもをかばったとして、この村もタラでは済まされますまい。じゃあ行きますかね。特に説明文変わってないな。これは、かぐやは、かぐや姫はどこだ？まさか、まだあの中に。くそ、試練、行こう。バカ、よせ。死ぬ気か、お前ら。どけ、どきやがれったら、かぐやが。話せ。話せったら、もう遅い。手遅れだ。諦めろ。姫、不覚にも仲間は皆撃たれもした。残念ながら、もはやこれまで。残事、太郎兵衛、次郎兵衛、五蔵、ケイマ、私のために、私一人でも何としても退路を切り開き、ましようほどに、どうか姫だけでも、ここを逃げ出して、どこへ行けと。姫、しかし。
もう良いのです。もう姫、吉蔵、ご苦労でしたね。今日までありがとう。どうかお前だけでもここからお逃げなさい。承知いたしました。しからば私は最後の人暴れ、一人でも多くの敵を道連れにしてやりましょうぞ。姫の父上には散々お世話になりましたからな。ここで殿の仇を討たせてもらうとしましょう。吉蔵、姫、あの世でもきっとお思い出しましょう。それまでしばしのおいとまつかまつる。しからば今はこれにてごめん。吉蔵、試練、あなたがこの兵たちをよこしたの？私はあなたを恨んだりしないわ。でも叶うことなら私はあなたに、あなた自身の手で。違う、試練じゃない、オイラたちじゃない、違うんだかぐや。ちくしょう、なんとかならないのか試練。何もできないのかよオイラたち。何のためにここ今ここにいるんだよ。ああ、せめてもう一度試練。あんたは、連中はすごすごと引き上げていきよったわ。目当ての姫は炎の中に失い、財宝の一かけらも見つけることができんでな。そんなことどうだっていい。あの娘がこれをお前さんにと。それは？鍵じゃよ。鍵？試練、その鍵。よいか、この鍵をお前の一族、獅子孫孫にまで伝えたのじゃ。合ってるかな？あの子のために、あの娘のために、かぐやのために。なんだって？あの娘は燃え盛る神社から最後まで逃げ出そうとはせなんだ。かぐや姫は心の底では信じていたのじゃないかの。一人炎の中で待っていたのじゃないかの。けしれ、千年の後お前の子孫はあの娘を迎えにこの地に戻ってくる。その鍵を手に、運命に導かれるままに必ずや戻ってくる。定めの可能性もありますけど、それはお前たち一族の逃れられぬ定めなのじゃ。イザナの血を引く者の。それってどういう？その時が来るまで、かぐや姫は眠り続けるじゃろう。からくり屋敷で千年の眠りを。こいつらの顔怖いから嫌い。イザナの血って、ん？ここは戻ってきたのか、親たち。怖
これでお前たちはまた一歩真実に近づいたというわけだ。真実、すなわち死と破滅に。やるか。慌てるな。お前たちを始末するための舞台はもう用意してある。楽しみにしているがいい。ははは。へっ、そっちこそ首笑って待ってやがれてんだ。で、お前たちまた千年前に飛んできたってわけか。忙しいこったな。それで今度はどうなったい？そうそう、それなんだよ先生。かぐや姫が。例の鍵にそんな由来がな。それで後にかぐや姫はカラクリ屋敷へ、蓬莱山に消えたって話になるわけか。かぐや姫は山へ？タエがあれ寺で言ってたろ。山から来たお姫様が最後には山に戻っていくっていう昔話が村に伝わってるってな。どうやら千年前の事件が、後々そんな具合に語り伝えられたらしいな。あのあれ寺の絵は山の仙女なんかじゃなく、かぐや姫を描いたものだったんだ。でも先生、伝説じゃかぐや姫は迎えと一緒に月に帰ったって言うんだろう？話が違うじゃないか。かぐや姫の伝承にはいくつも説があってな。月じゃなく山に身を隠しちまうって話もあるのさ。姫を愛した男が後を追って山に登ると、姫は山頂の池に入って消えちまったってな。へえ、山の池に？ってことは、魔物たちを仕切ってる屋敷の主だっていうあの娘。彼女がやっぱりかぐや姫なのかな？千年前のあの夜、火事の神社から逃げ出せたってこと？コッパ、でもそれって千年前の話なんでしょ？どうして千年前の人が今に生きてられるというの？竹取物語には不老不死の薬の話も出てくるぜ、アスカ。不老不死って、まさかそんな？でも、そういえば、村長が蓬莱山は昔、死なずの山、不死の山と呼ばれてたって。でも、実際にそんなことが？それじゃあやっぱりあの娘か？さあ、どうだかな。そいつは当人に会って聞いてみるのが手っ取り早いだろうぜ。合ってるか？当人で合ってるか？さあ、さっさと行くとしようぜ。さぞかし向こうも痺れを切らしてることだろう。千年も待たされたんじゃな。先生、それじゃあ？ああ、この先、鬼が出るか蛇が出るか、お前らだけじゃどうにも心細くっていけねえ。俺もついでってやるよ。竹取の沖縄さんの言ってたと、イザナの地とかってやつもどうも引っかかるしな。へん、別に飲んだくれの助けなんかなくたって言って、おいらたちだけで十分だけどな。そう言うなってごっぱ、村まで来る道中じゃ一緒に五右衛門風呂に使った仲じゃないか。よろしく頼むぜ、これからも。ふん、知らねえな。ということで、盾が装備できない先生が、再び仲間になって連れて行かないといけなくなります。お察しの方はわかるかな？拍手！なんだ、風が？違う、どっかで誰か、親の噂してやがるな。長え。ただ、隊長、船内の様子が変であります。くそ、あの腐れ衣たち、このことをわざと黙ってたな、覚えてろよ。今じゃもうあそこ楽勝なんだろうな、当時めっちゃ苦戦したけど。くしん、
チェ、まただ。モテる男は辛いね。さ、それじゃ行きましょうか。縁日の境内が次ですね。そこの BGM 超好き。ちょっと長くなっちゃうんですけど、ちょっとキリがいいところまで。話聞きたいし、カラバン見たいっす。どこまで読んだっけ？かぐや姫が眠り続けるカラクリ屋敷でセノの眠りを、あれってどういう意味なんだろう。間違えた。かぐやをかくまってたあのじいさんがカラクリ屋敷を作ったって本当なのかな、あの話。イザナの地か。この先まだまだ一花ありそうだね。まあ契約に行こうぜ。ここまで来たら焦ってみたって始まれねえしな。2種類かな。屋敷のあの娘がかぐや姫？そんな、人が千年もの間生きていられるわけがない。ちょっと読み飛ばしちゃった。ともかくあの娘が今回の剣の鍵を握ってるはず。早く見つけないと。ちなみに先生用の装備なんですけど、全く何にも手つけてません。基本値が高い、まあ白鋼とか取ってあるだけです。合成してません。ここか、ここ見たかな、ここ見たな、こっちかな。なんだって、からくり屋敷を作ったのは竹取の木菜さん。それで試練の先祖がかぐや姫を捕らえて敵の手に引き渡しただって。ふざけるな。おいらたちがそんなことするわけないだろ。千年前に何があったんだ。何がおいらたちを待ってる。ふぅ、次20だよね。うん。じゃあ、この辺で長くなりましたが終わりにします。ご視聴ありがとうございました。